今の気持ちから聞かせてください。試合が終わった後の素直に嬉しいです、はい、JFL 相模原に来ての初ゴールです。決まった瞬間の気持ちを教えてください。そうですね、まあ、決まらず帰ったんですけど嬉しかったです、本当に。はい、ということで、長野選手、ここ初めて皆さんの前で立ってますけれども、こんなインタビューはどうですか、気持ち的には。気持ちいい。さあ、チームも少し苦しい時期がありますけれども、少しずつ調子が上がってきてるんじゃないですか。そうですね、まあ、前半戦は失点らしく多かったので、後半戦は失点を減らして、非常に順番にできるそういう改めて田村選手、自分のここを見てほしいというのを皆さんにアピールしていただければなと思うんですが、戦う気持ちですね。はい、じゃあそのナンバーファイル、戦う気持ちを熱く体で表している男、皆さんに言葉で一言、最後次節に向けての意気込み聞かせてください。次も頑張るので、よろしくお願いします。今日も見事にゴールを決めてきました。2年ぶりのピッチに勝った、そしてゲームに勝った今の気持ちから教えてください。まあそうです、すごい長いリハビリをしてても、あの試合中だったので、まあ多少ない緊張したんですけど、まあ、これからもつないで少しでも長くプレーできるように頑張っていきたいと思います。いや、でもスタンドの皆さん、2年ぶりにクラブ創設の時からいたこの鈴木健太選手が2年ぶりにピッチに帰ってきました。待ってたぞという皆さん、大きな拍手ください。まだ終わってないから。どうですか、この関係ぶりは。いや、本当にすごく嬉しいですね。まだこう、1年目からやってる選手といえば、まだ1年とか2年とかやってる選手というのは、そういうふうに、まあ、関係しないと、すごく嬉しい。もう、僕らからしたら、怪我してほしくないですよ。そうですね、怪我しないように、ついていく努力して、まだ頑張っていきたい。改めて、大きな声で、26番、鈴木健太のここを見てほしい、サポーターに伝えてください。そうですね、まあ、しっかり相模原のモットーであるパスサッカーというのを表現できるように頑張っていきますので、これからも応援もよろしくお願いいたします。これからもこの26番鈴木健太選手の活躍に期待してください。大好きでした。